緒の3年間の空白ですか。いや別にそのただ部屋でずっとエロ動画とか集めてたわけじゃなくて、あのなんていうんですか、そう夢、やっぱり夢とかやりたいこととか本当の自分とか探してたっていうか、うっせえよ、別にやりたいことなんて何にもねえんだよ。俺もう仕事とかバッチリ決めたし全然平気だから、まっすぐには金にはなんないっていうか、俺やっぱ俺社会の歯車的な職場よりもクリエイティブな仕事の方が向いてると思ってさ、将来とか真面目に考えてるか